初日9着、2日目は5着と、全く波に乗れていない5番深谷から、相手はもちろん後ろの1番和田、普通にこの2人を軸とした3連複で、今日も先行勝負は5番の深谷智弘、そして出して3番手からは近畿勢、9番の野原雅也が前を追っていきます。これから最終周回です。残りはあと1周。先行5番の深谷智弘、1番和田健太郎マーク、その後ろ3番手から9番野原雅也が、さあ2コーナー手前、野原がまくり返していく、乗って2番は稲川翔、さあ粘るのは5番深谷、深谷粘って最終バックを通過、9番野原はまくりきれないか、野原は交代してしまった、代わって2番の稲川翔が自分で踏んでくる、粘る5番の深谷智弘、1番の和田健太郎マークして直線コース、さあ粘る、深谷粘って粘り切って深谷先頭、並んで1番の和田健太郎、接戦です。1番佐藤と2番高木のマッチレースになりそうなこの2人の強さ、ただしこの2人で決まると安すぎる。ここは2番高木から佐藤以外への2射単で決まってくれないかな。ガールズの決勝、今打勝ジャンです。前から6番の尾形真央、そして2番高木は中段、1番の佐藤を警戒していますが、1番佐藤美奈発進です。第4コーナーを回ってきます。6番の尾形真央、そこをかわしていくか、1番の佐藤美奈、佐藤は決勝でも先行するようです。追っていくのは5番の小林理子、その後に抱き下がった、4番梅川風子落車してしまって、最終2コーナーです。1番は佐藤美奈先頭で、5番は小林理子食らいついて、最終バック2番の高木真紀美がまくってきている、3コーナー回って逃げる1番は佐藤美奈、2番手食い下がる5番の小林理子です。あとは3番車石井裕子、2番高木は厳しいか、直線コース、さあ前からって5番の小林理子が差し込んで、3番車は石井裕子、最後は東京。普通に考えれば清水がかけて、後ろの松浦が優勝、後ろに徳島勢が続くといった感じか、そこに佐藤や森沢が絡む。しかしここは佐藤や森沢よりも短期の山口健也の勢いに期待、山口から3連複で流す。山本が出て流しました。さあ別戦どう出るか、3番手から5番の清水ですが、そして8番の山口健也は7番手、さらに後ろからが2番の山崎健人、残り1周回、さあ踏み込んで6番の岩本俊介の先行です。1番佐藤慎太郎が続いて、その後ろから3番手からまくっていくか、5番の清水博人、乗っていくのが3番の松浦雄二、最終バック、さあ通過です。まくる5番の清水博人、乗ってくる3番は松浦ですが、1番の佐藤も切り替えてくる、8番は山口金も突っ込むか、あとは4番の畑、直線コース大混戦ですが、最後はどうでしょうか。さあ最後は3番の松浦雄二、8番下山口金也、並んでゴール。競争得点もそうだし、近況を見ても1番木賀、2番内村、3番止め、この3人が他の4人と比べて抜けている。初日と同様に木賀と内村での首位争い、元砂も後ろから少し踏んでいこうかといった感じ。さあ金入りました。2番の内村が先頭です。さあ外を使って6番の松本が位置を上げてきます。各選手ホームへ帰りまして、まもなく残りは1周、6番の松本思い切って先頭に立ちました。さあこれで2番手が2番の内村、そして1番の比嘉、3番手外側、その内側には5番の三宅がいます。並走状態。さあそしてさらに4番手も並走、内側3番止め、外が7番の元砂、あとは4番の白井、3コーナーをカーブします。2番の内村、この後ろは1番の比嘉、1番の比嘉2番手追走、さらには5番の三宅、続きましての直線コース。さあ2番の内村、その後ろからは1番の比嘉追い込んでいきますが、1番の比嘉にゴール前変わったかどうか、2番の内村との接戦です。このレース1番吉岡がまず抜けている。吉岡は1着固定にする相手だが、2番野口は外せない。あとはここ最近1着が取れている選手ということで、3番佐々木に5番村田が入りまして、誘導対比1番吉岡先頭です。そして2番手は6番の日野、そしてその外側には2番野口もいます。そして3番手は3番の佐々木が打ち、外4番の村田、
いや、4番は宮本、4番の宮本が先頭に変わりました。残り周期って1コーナー。さあ宮本、この2日目は先行策です。そして2番手は1番の吉岡追走、さらに後ろ2番の野口が続きます。最終バック1番の吉岡まくって先頭に変わりまして、残り半周切ります。3コーナー、2番野口がしっかり続きまして、1番2番とこの両者が飛び出してマッチレースとなっていきそう。最終コーナー回りまして直線コースへ帰ってきます。1番の吉岡追走は2番の野口、1番の吉岡押し切って1番2番、そして3着は接戦です。7番と4番。